はい、こんにちは、一郎です。今回の企画はじゃーん、 GLB200D ディーゼルです。はい、この車はメルセデス・ベンツの SUV ですね。はい、で GL クラスっていうといろいろこの他にも GLE とかいろいろあるんですけど、 B クラスの SUV みたいな感じかなと思います。なので A クラスよりちょっと大きい、 E クラスよりかは小さい、まあ、そんなような感じで、ちょっとこの後試乗動画もまた別動画で撮りますけど、なかなか扱いやすい車ではないでしょうか。それではまず外装レビューから。もう最近のベンツはもう顔がまあ一着みたいな、うん、もうどれも同じように見えるっていうのがちょっと最近の特徴かな、はい、とは言いつつ何が変わるかというと、まあ、若干のライトの形状が少しこう、これの場合は四角になってるかな、うん、四角いですね。でこの中のデザインが少しこう違ってて、このねライトの配置とか、雰囲気は一緒に見えても、まあ、各それぞれ異なるようなデザインにはなってるんではないでしょうか。ただ GLB の他のクラスと比べると分かりません。だけど、まあ、A クラスとか C クラスとかあの辺と比べると中身が違うみたいな感じになりますね。あとフロントのリップのこの中央の部分、ここの部分もね、これメッキでちょっとデザインが SUV みたいな感じですよね。はいはい、ちょっと隣のね工場のシューシューの音も入っちゃいますけども、あとこのグリルのこれ、はい、これもねベンツが結構早い段階で確か A クラス、こういうおしゃれなグリルの形状をしてきたんですよね。もともとグリルっていうのは空気をラジエーターに送るために、ただぽっかり穴開いとるとよう見えます、ラジエーターとか、はい、だからこういう風にフィン状にしたりとか目にしたりとかしてるんですけど、この場合はこのなんて言ったらいいの、これ横横縦縦みたいな格子になってますね。その状態からこの重なる部分にひし形のメッキをあしらってるんですね。しかも中央から外に行くにつれて小さくなってると。本当だ、もうこうやって本当にベンツはいつも発想力がすごいなと思います、うん、もう大きなベンツマークも特徴ですね。うんうん、大きいですね。でただこっちに関しては、まあ、レーダーがあったり、そしてクラスによって違うんですけど、 S クラスとかだったらここにねベンツのマークがこうやって立つんですけど、あ、はいはい、こういう形の車はみんなボンネットに入ってます。そして今度横から見た時、SUV なんでもちろんこういうところは樹脂になってます。で樹脂になってるんだけど、この車の特徴としてはこのドアの下の部分も幅広い位置で樹脂になってるんですね、うん、でさらに樹脂の中にメッキパーツをあしらってると、それでちょっと高級感が一気に出てますよね。はい、なんかもうちょっとね樹脂の部分が薄いイメージだけどしっかりしてますね。はい、これねミラーはブラックなんですけど少しだけカスタムしてます。このミラーのとこはもともと白をこうやって黒に変えてて、ホイールもじゃん、はい、これはブリヂストンさんの単造ホイール、しかも削り出しで、タイヤはブリヂストンのアレンザを履いてます。はい、はい、これね全体はこんな感じなんですけど、やはりこの車白黒似合いますね。でこれまたね別動画で、はい、やってます。こちらとまた違う方のホイールも履いてますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。アレンザのタイヤは SUV 本当におすすめですよ、うん、はい、そして今度この車の場合 SUV って言ってもクーペタイプの SUV とこういうタイプの SUV と2種類あるのかなと思います、はい、クーペタイプの方だと後ろに従ってこういう風になってるような感じだね、うんうんうん、ここはもう角度立ってますけど、クーペモデルだとだいぶ寝ると、うん、これはクーペモデルではないんで、後部座席の窓ガラスもフロントの窓ガラスより大きいんじゃないかっていうぐらい
大きさを確保してますよね。はい。そして後ろ、これ僕ちょっとね、この車見た時後ろめっちゃかっこいいなと思った。うん。ちょっとこれね、走ってるシーンもあるんですよ。こんな感じであります。はい。でこの車の本当にこの後ろ姿も非常におしゃれだなと思いますし、あとランプの付き方も結構ベンツっておしゃれなんですね。でこれをまた後でちょっとランプの光り方を見るとして、ここでもメッキがこれだけあしらわれています。ここにも使われてて、ここにも使われてる。でディフューザーになってるんですね。でマフラーは楕円です。うん。そしてここ GLB200D、 ここにこの車のグレードが書かれてますね。はい。この D がディーゼルの D。 ちょっと開けてみたいと思います。じゃん、ディーゼルって書いてある。そしてここニョースですね。それは定期的に入れるんですか？これは定期的っていうか、多分おそらくこの切れると警告出ると思うんですよね。うーん、補充してくださいみたいな。その補充してくださいっていう、まあ、マークがついたら、まあ、あの近くの柳瀬とか、まあ、シュテルンさんに行って補充する、まあ、スタンドでも補充できるかな今は。うん。まあ、これ軽油ってここまで書いてあるので間違える方いらっしゃらないと思うんですけど、これでレギュラーとか入れると、ハイオク入れると大変なことになります。これはね、あの全く違うんで、うん、種類が。だからこれにガソリンを入れると走らないです。もう本当に大変なことになりますよ。タンクの中に入れ間違えたやつを全部もう抜いて掃除して、うん、それで入れ直しとか、それかもう軽油どんどん入れて古いガソリンどんどん抜いて、いやでも大変なことになります。間違えないようにですね。はい。でディーゼルはまたちょっと特徴がありますんで、これは試乗動画でお知らせしたいと思うんですけども、それではちょっとライトの確認いきましょうか。はい。見とってくださいね。おお、この部分ついてますね。はい。でこれでデイライトがつくんで、ちょっとエンジンかけてみますね。はい。おお、明るくなった。明るいんだよね。めっちゃ明るい。でこの車の場合はドライブに入れなくてもエンジンかければこうやって光ります。はい。ウィンカー行きます。ウィンカー、デイライトがついた状態でウィンカーつくと、おお、上の部分で光ってますね。で消すとふわっ、おめちゃめちゃふわーっと優しく光る感じ。はい。ではライトつけます。はい。これもふわっとつく。うんうんうん。で消すのもふわっと。おお。そしてハイビームは、ほうほう、ハイビームはふわっとはつきません。はい。危ないよってやってるのにふわふわしとった。次リア。はい。スモール。スモール。うん。はい、こちらスモールで、次ブレーキ。ブレーキ。ほう。はい。そしてウィンカー。ウィンカー。あ、なるほど、下なんだ。はいはい。次はバック。おお、分かりやすい。ちなみにカメラは出てきます。ここからですね。どうした？閉じましたね。こんな感じですね。はい、はい、それではインテリア見てみましょう。はい。オープニングですねこれ。はい、こんにちはと、この車の顔が映ってますね。はい、まずちょっと暑いんでエンジンかけますよ。はい、こんな感じですね。でインテリアを見てると、あやちゃん、なんか僕が言いたいの分かる？A45 みたいな。そうそうなの。 A クラスに似てるよね。あのこれ光る感じとかね。そう、これおしゃれなんだよね。この周りここまで光るじゃん。ここ光って、この光がこのフィンのところに反射して、こうね、これめちゃめちゃうまい作りしてますよね。うまい作りしてるよねこれ。そして、まあ、ハンドルは AMG じゃないんで、これが普通の、 あの AMG ではない車のハンドルになりますね。 AMG だとここ縦になってるよね。はい。そしてベンツなんでウインカーが左になります。うんうん、うん、
でドライブはこうドライブバックっていう風になるんですね、うん、はい、はい、そしてねここねあやちゃんね覚えとる A クラスで覚えてますよウインカー出す時間違えちゃって、うん、やー言っとったやつはいこれ面白いはいこの動画もまたちょっと動画の最後にリンク貼っておきましょうか。はい、アレンザのタイヤもリンク貼っておきますのでどっちも見ていただけると嬉しいです。はい、そしてねこのメーターこれ今ね若干こっち傾いてるの車がプラス2だからプラス2になってる。本当だ。坂道だと今度ここが上り坂になったり下り坂になったり車の傾きだったりさすが SUV。うん、これの表示が出るんですよ。で速度が真ん中で右側はこれ四駆でどの配置でタイヤを駆動させてるかっていうのが出るんですね。これもちょっとね試乗動画でどういう動きするのかちょっと見てみたいなと思いますが、はい、これだけじゃなしに表示他にできるはずなんですね。ここのボタンを押してトリップに今なってますけどそれをこうやってスタイルと表示っていうところをすると今これクラシックなんですよ、うん、でスポーティーってやると多分黄色になるかな。ほら黄色、お黄色でもこれなんだね。タコメーターとあれが出るかなと思ったの。あー色が変わったって感じ、ね、色が変わっただけやね。じゃあ他の表示だとプログレッシブ、あうおー赤オレンジ朱色みたいな感じですね。内装のこの赤ステッチとか、うん、マッチしてますね。マッチしてますね。ジェントル、おお、ジェントルだと出ないですよ。スピードメーターと時計です。時計すごくシンプルなんですよ確かにすごくシンプルえこれだけ出るのああないや基本画面、お基本画面になるとスピードメーターと、うん、あタコメーター出るね。基本なんですね。じゃあそれがこれが基本なんだ。これで、こちらスピードメーターこっちがタコメーターでタコメーターで今ちょっと回転数上げますよ。これ今770回転ほら1000回転数字だ。でこれあやちゃん前の G63 の動画でやってたようにさ、はい、1が2になると2がほら増える3が増える。あでもこれは表示されるって感じですね。 G の時は大きくなるだけこれこうもうちっちゃいここ見えない出てくるんだすごい。ようもちらっと見えてきた。これすごいね。面白いな。でこれが基本で逆にこの基本の状態でスポーティーにすることもできるんだよね。黄色になるんじゃない。おお、基本だとこの状態になるわ。まず基本にしたらこういう表示ができるってことですか。そういうことだ。基本にすればスピードメーターとタコメーターっていうことなんだ。ディーゼルだしもうやっぱ4600でレッドゾーンなんだよね。ディーゼルの特徴低いんですよ。低いなで低いんだけど低い回転数ですごくトルクがあるんで、うん、乗りやすいんですよね。扱いやすい。パワフルなんですか、ね、そうガソリンはどっちかっていうと例えばスポーティーな車になればなるほど高回転域でパワーが出てくるんで、それだと低回転域がトルクがなくって扱いにくいとか、その代わり上分回すと気持ちいいみたい。はい、でこれプラス今度は、はい、クラシック水色になるんではないでしょうか。ほらね、なるほど青だ。うんうん、表示、うおーこんな表示もあるわこれ燃費とあとエコ表示みたいな。今は本当こういう駐車場ちょしか動いてないからダメだけど、これはほら走ってるとリッター9点に、お結構いいんですね。結構いいんだ。わかった。おこれね、うん、ここ押して、うん、次右にやります。そうするとこの右のメーターがこうやってコロコロ変わるんですよ。いろいろ、おおなるほど。そうでこれだった。で今度この左のメーター表示がこれ時計、うん、なるほど、こういう風な感じになります。じゃあ結構いろいろいじれるんですね。いろいろいじれるんだよねこのメーター。この車も同じく、はい、メルセデス、どうぞお話しください。暑い、運転席側の温度を18度にしますっていうのができるんだよね、うんうん、前回の A クラス、前回ってちょっとむちゃくちゃ前の A クラスでやってますね。はい、覚えてる人いますかね。また見てくださいね。はい、
はい、で今度これ、これがねまたいいなと思うのが、これサンルーフついてます。ついてますね。はい、でサンルーフついてて手で開けるタイプじゃないのよ。柔らかいやつだ。こうやって後ろも開く。え、おお、え、真ん中に回収されていく。そういうこと。え、おしゃれ。でさらには通常こういうタイプって窓開かんとかいろいろあったやん。おお、確かに確かに。まあラブ4は開くけど、これも開くんです。お、どこまで開く。え、結構しっかり開くじゃん。お、結構しっかり開く。もうこれ以上、これ以上開かないから一発で開きますね、これ。いいですね。え、これいいじゃないですか。へー、はい、でこれが大事なんですよ、これ、これ。これを走りながらこうするとゴー言います。すごいですよね。はい、でこう出ると静かになりますね。あとこういうところもカーボンではないんだけど、ちょっとそういう柄にしてますよね。そういう、そうですね、こういうところ、これもカラーをいろいろ選べられると思います。これがこの画面をこうやったりできるんですよ。で設定っていうところを押して、で照明、アンビエントライト、カラー、マルチカラーになってるから両方。ああ、だからここの色とこっちの色は違うんだ、うん、とかね。こういろいろ、これウェルカムっていうと、こう開けた時の色を選べれたりとか、マルチカラーをオフにするとこれ全部同じ色になる。でマルチカラーオンにするとさっきの色に戻りますね。お、これもいろいろ設定ができるという。それではね、今ちょっとまあ外の音を静かにするためにここ閉めたんだけど、閉めるときがすっごいこれ上品。はい、じゃあ閉めますよ。まずゆっくり始まって、速くなって、またスピードが落ちて、ふわーっと優しく閉じるんですよ。これなんて上品なんですかね、これすごいな。わかる、わかる、この動きわかりますよ。なんか普通にズーンバシーみたいなんじゃなくて、ゆっくりじわーふーみたいな。はいはい、これはすっげー、これおもてなしって感じかな。はい、あと一つ、これドライブレコーダー、はい、メルセデスベンツので、これはいろいろ駐車モードに切り替えますとか、録画開始しますとかいろいろ言ってくれるんですよ。はい、つまりこれは駐車モードでも録画してるっていうことになるのね。うん、優れたドライブレコーダーですね、これ。はい、次は後部座席。はい、ちょっとこのシートはね、少し高めだけど、すごく乗りやすいですね。で、これ、サンルーフが開いてると、本当に開放感があります。で、真ん中もこれ結構車がワイド、GLE と比べるとワイド感はないにしろ、このクラスでは十分な広さじゃないでしょうかね、これ。背中は少し硬いなと思うけど、ここの部分はもちろんこっちの方がね、素材が違うんで、本当だ、座り心地が違うんですけど、はい、でもともとなんか、あ、高いなって感じがするから、むちゃくちゃ罰ゲームっていうわけでもなさそうですね。はい、であと運転席もそうだったんだけど、ここグリップがあります。ここですね。なので開け閉めが楽です。うん、 A クラスはこれがないんで、ないから開け閉めがしにくいっていうか、こういうところについてるから、テコの原理で開け閉めしにくいんです。重いんだ。重いんです。これリクライニングはどんな感じか。あ、これはこうやってやると、そうか。そうなんです。私これがすごい楽しみで、どんな感じになるのかなってずっと思ってたんですよ。ちょっと後ろから開けようか。はい。これはあやちゃんがすごく好きな SUV の三列シートじゃない。そうなんですよ。しかもこれは自動ね、これに。はい。ストップもあるわ。ありますね。止めれるんだね。うん。はい、これ。これは、ここを引っ張って上げるとシートが出てくると。3列目。レース目、こんにちはしますね。はい。おお。で、しかもね、これスライドできるんですね、これ。普通にここにある。お。ここに持って前に。お。
ずらす。これ背中が違和感あるなと思ったらこれ、おー低い低いやん。これこれ上げるとちょうどいいんだ。こう、あー全然座れるじゃないか。これもちろん足元は、なるほど、綺麗に収まっております。まあね、僕は足が長いですからね。そうですね、余裕で収まってます。でちょっと足の長い人だとちょっと当たっちゃうと思うけど、ここにドリンクホルダーもある。すごいじゃん。え、しかもここ充電器もある。充電器もある。これしかもここの横の窓もしっかり開放感もあって窮屈な感じはしないですね。すごいな、これ7人乗りだ。すごい、やるな。やちょっとね、7人乗りにするとここの荷室スペースはちょっと狭くなりますけど、それでも荷物は一応乗るし、7人乗れるし、まあ、いつも7人乗る人って本当にあんまりいないと思うよね。だったらこの車選ばないでしょうね。あの時々、例えばおじいちゃんおばあちゃんが来たっていう時に7人乗るとか、うん、そういう時にシートがあるのとないのとでは違うよね。まあ乗れるか乗れないかの違いになってきますからね。いやーすごいね、これはすごい。いやー、いいじゃん。で、自分でこう倒すこともできる。なるほど、うん、今これガチャンってこう振動で今ドライブレコーダーがキャッチしてますね、うん、いやー、これはこれはなかなかのものです。ちょっとね、これ頭出ちゃう。大丈夫、この状態で閉めれるよね、きっとね、うん、うん、窓がちょっとえぐれてるからいけるかなと。全然いけます。止まる。おいね。あ、もう一回押すと閉まるの。あ、続きで開くわけじゃないですね。はい、 GLB 今度は試乗動画、お楽しみに。お楽しみに。